そのなぜに関して言うと我が輩が受け止めているのはこれは近い将来日本の医療機器がやってくるぞ多くの医師が働きすぎである状態単純に働きすぎというだけではなく疲弊し、えー、自殺まで考えている医師がいるという状態その状態を一刻も早くもう少し、えー、医師が 余裕を持って診療に当たれる状態にしないと本当に割と近い将来日本国内あらゆるところで診療を受けたくても医者がいないっていう状態がやってくるということがま,あまず第一なのかな。 我ああが輩も人間の体を借りている身なので、えー、時々調子が悪くなったりあるいは調子が悪くなったわけではないが見といてもらおうとかあ検査しようとか予防接種に行こうとかこういう時には大体同じ先生にかかるけれどもっていうパターンがありながらそれ以外のバージョンになるとまあ総合病院に行く方が手っ取り早いなと。 ということで安易に総合病院に行って見てもらうという選択を今までしていたことがまあまああったそれが今回この懇談会に加わることになってあその考え方はちょっと改めないといけないんだなということをまあ一番最初に感じたところであるね。動画を見ててくれている諸君は あ少なからずこの問題にやや興味があるるののででこれを見ているのでしょうだから見ているということは、えー、日本の医療が危機的状況に瀕しているぞということは分かってもらえたと思うのでそれなりに見ている人一人一人があちょっと今までの自分と向き合って何か変えられることがあったら変えていこうと思ってもらえればいいと思うんだけれども同時に全くこういうことに興味のない人っていうのが世の中にものすごくたくさん いいいるととうことも我々は認識していてそういう人たちにどうやってこの状態を伝えていくことができるんだろうかと自分は分かったという人はそこで止まるのではなくてぜひその状態をいろいろな人に広めていってもらうということがまあ今大事なのかなと我が輩は思っているところだね。<music>